見てくれよ。梶原だよ。帰ってきたんだよ。いいのかよ、丹波さん。俺がやりたいのは喧嘩だ。喧嘩を選んだか。つくづく松尾象山の若い頃よの。しかしその丹波という男、あの泉宗一郎に果たし合いを挑むとはいい度胸をしておる。泉先生も終始銃で勝負したのは合力法では丹波文士の合計に勝てないと分かったからそうです。まるで松尾象山の拳を見てるようだったとおっしゃってました。俺の拳だと？猛牛を一撃で倒すこの拳に匹敵するというのか？はい。しかもこの今の世の中で昔の俺と同じことをやろうとしている男がいるとは。世界中を喧嘩して回ってた頃を思い出すぜ。道場破りですよ。おう、お前か。思い出したよ。道場破りで一番頑張ったのはお前だからな。で、今日は何だ？また道場破りに来たんだよ。あれで懲りなかったようだな。ああ、だからいろいろ勉強してきたよ。梶原とやらせろ。無理だな。梶原はもう昔の梶原じゃない。奴はもう名弁だな。お前がいくら強くたって所詮素人さ。梶原がお前に勝ったって何の得にもならん。本人にも東洋プロレスにとってもだ。あれから梶原とやることばかり考えてきた。そちらの事情は知らん。今の梶原は折ることができるぜ。必ずやってやる。後悔するぜ。東洋プロレスを敵に回すとな。梶原、帰ろう。来るな。こんなところでまだマスコミもその辺にいるんだぞ。やろうぜ。この傷まだ痛むんだ。梶原、首になりてえのか。プロとしての自覚を持て。サラリーマンみてえだな。ああ、でもあんたのこと今度は殺せるよ。楽
乱入なんてプロレスの見過ぎだぜ。あんたがやりゃ警察沙汰になる。どうしてもやらせねえのか。俺たちは会社の意に反することはできねえんだよ。俺には関係ねえな。いい年こいて訳のわからないダダこねてんじゃねえ。勝手にやらせてもらおうぜ。ダメだ、血が騒いじまってよ。丹波文七のやつ、東洋プロレスに喧嘩を吹っかけたそうじゃねえか。相手は梶原敏夫です。うちのニューヨーク支部に通っていたという報告が入っています。強いのか。ええ、セメントをやらせればグレート辰巳の次と聞いています。グレート辰巳か。俺も若い頃あっちでよくプロレスラーと戦ったぜ。思い出すよ。艦長は一度も負けなかった。そりゃあの当時空手がどういうものかアメリカさんが知らなかったからさ。でもよ、プロレスラーはなかなかどうして強いもんだぜ。はい、東洋プロレスも最強を唱えてますしね。まあ丹波には引っかき回されたが、東洋プロレスはほっちゃおけんわな。最強はこの北進館でなきゃならんからな。勝った方にうちの誰かを当てますか。心にもねえこと言うなよ。姫子、おめえがやりてんだろ。俺がやるぜ。現役復帰してよ。梶原、なぜレスラーがキックをやる。おめえがアメリカでキックの練習に夢中だったってのは知ってる。それは向こうの客にカンフーを使う東洋人というキャラクターが受けるからじゃなかったのか。まさか最初からあの丹波とかいう男を意識していたわけじゃないだろうな。俺にも分かってるよ。あいつがただの道場破りじゃなかったってことはよ。俺は何もリングでやろうとは思ってません。お前、あいつに無傷で勝てると思ってんのか。つまらん怪我でもして興行に穴を開けるのか。そういうつもりは。丹波は何も失うものがない。だがお前は名ベタだ。俺はプロレスに誇りを持っています。会社はレスラーだけじゃないぞ。営業や宣伝、フロントの連中もいる。そいつらの生活やファンの夢もお前たちが背負ってんだぞ。あいつとはずっと昔に決着がついてるはずだ。いいえ。なんで。上がれ。久しぶりだな。